鳥山明先生がドラゴンボール描くのをやめたくなった原因が判明。鳥山明が漫画描くのに本気で嫌気を感じたし、キレッキレすぎる。すごいライブ感だな。かなり的確な指摘ではある。ちょっとこいつバカみたいですね。第2巻全体のコメントがテクニカルです。早く完全体にしましょう。反転すげえ面倒くさがってる。くせに最終形態でも取り除かない。当たりプロ。羽の大面積を真っ黒にしたけどね。Gがラスボスでもよくない。セルの存在を匂わせてるくらいの頃のサスペンスホラーの雰囲気が一番好きだった。何やってもダメだしか。おつらい。描くのめんどくせえ言いながら、めんどくせえデザインのキャラを出すあたりに、屈折した何かを感じる。どうして担当じゃなくなったのに、電話してくるんですか。